リーラムは電圧の因果による電気抵抗の変化を利用した半導体メモリー。ラム、抵抗変化型メモリーなどとも呼ばれる。なおラムはシャープの登録商標である。リーラムは電圧因果による電気抵抗の大きな変化を利用しており、といったデバイスとしての利点がある。リーラムのせる構造電解有機巨大抵抗変化には、 金属酸化物と電極の海面での抵抗変化と金属酸化物中での電動経路の抵抗変化の2種類の原理がある。このうち前者の海面型はインカ電圧の向きに依存するバイポーラ型の挙動を示し、ペロブスカイト構造の金属酸化物を用いるものが多い。後者の電動経路型は電圧の向きよりも絶対値に依存するノンポーラ型の挙動を示し、 二元系金属酸化物に多く見られる。ラムの中の CMR 膜にはこのうちのどちらか一方が使われ、メーカーごとに特色がある。リーラムデバイスの個々のセルは、渦のように、電解効果トランジスタに CMR 膜が直列に組み合わさった構造をしている。ワード線に電圧を印加して、セルを選択し、書き込み線とビット線の間に電圧を印加して、 抵抗値を変化させ、データを書き込む。トランジスタと抵抗が一つずつしかいらない 1T1R と呼ばれる単純な構造のため、セル面積が小さく高密度化が可能である。電解有機巨大抵抗変化は、低温における巨大磁気抵抗効果などと関連した現象として、競争関電子系物質の p r 0 c a 0 3 m の3を用いた実験で重走行キラノ。 グループによって1997年に発見されている。しかし、この実験では製造コストの高い炭結晶を用いており、温度も 40K と非常に低いことからデバイスへの応用は困難と考えられていた。一方、オランダのフィリップスの研究所は安価な薄膜のチタン酸鉛を用いて1994年に室温での電解有機による電気抵抗変化を実現したが、 変化率が小さいという問題があった。しかし、2000年に、ヒューストン大学のジャウオンらは、室温で、ピークも白膜と、銀、白金の海面で数十倍もの抵抗変化に、成功し、同年に、IBM もクロムを添加したチタン酸ストロンチウムで、室温実験に成功して動作メカニズムについて、発表を行い、この頃から実用化へ向けた研究が急速に、進展している。 2002年には、シャープが、同社のアメリカ法人を呼び、ヒューストン大学と共同で、ピークも薄膜を用いた64ビットのリーラムデバイスを学会で発表している。その後、2004年には、サムスン電子が酸化ニッケルを使い、2005年には、アメリカのスパンション社が、酸化銅に、窒化チタン、銅の電極の組み合わせ、2006年には富士通が二酸化チタンと、発金電極で、 リーラムデバイスを作成した。この他、インテルが2005年からリーラムの研究会を主催している。ナンド型フラッシュメモリなどの代替を念頭に、2010年頃の実用化を各社が目指した。2011年5月、パナソニックがリーラムの世界初の量産化を発表した。2メガビット級の製品を2011年末にサンプル出荷、その後2012年から量産に入る計画。 従来のフラッシュメモリーに比べて処理速度で10倍ほど上回りテレビなどの待機電力を従来の3分の1以下に抑えられるとした2012年1月 LP ドメモリが回路線幅50ナメートルで 64M ビット試作メモリセルの動作を確認今後は2013年に30ナメートルプロセスで容量がギガビット級のリーラムの量産を目指す2012年5月には 会社構成法を適用した LP ダメモリをマイクロンテクノロジ社が支援することを表明。2012年6月には中央大学がリーラムと難度フラッシュメモリを組み合わせた SSD のアーキテクチャを開発した。2015年に発表された 3D ザポイントは抵抗変化型メモリとは異なると主張されているが似ているという指摘もある。A. コロッサルエレクトロレジスタンス。 日経マイクロデバイス2006年11月号 P978A 朝光やるネイチャー 38850WW ジャオンやるエレクトロケミケルソサイティプロシーディングス22193日経エレクトロニクス2003年1月20日号 P84 日経マイクロデバイス2006年11月号 P97 日経マイクロデバイス2007年4月号 P40 家電待機電力が3分の1パナソニック次世代メモリー投入12年から量産日本経済新聞2011年5月17日新メモリの 開発に成功、http://www.kumikomi.net スラッシュアーカイブズスラッシュ2012スラッシュ05スラッシュ c o 1 4 t e 3などと php8 を http://techon.nikkeibp.co.jp スラッシュアーテクルスラッシュニューススラッシュ20120607スラッシュ2 2 1 9 5 2スラッシュ、ありがとうございます。